新潟薬科大学は新潟市秋葉区東東,東265番地1に本部を置く日本の私立大学である。1977年に設置された。大学の略称はニュープルズ、薬科、薬大など。新潟薬科大学は1977年に薬学部のみの単科大学として現在の新潟市西区に開学した。その後、2002年に応用生命科学部が 旧ニーツ市に開設され、薬学部も2004年から段階的に移転。現在は両学部機能のすべてが、ニーツキャンパスに集約されている。生命の尊厳に基づき、薬学及び生命科学の教育研究を通じて、人類の教育の増進と環境の保全に貢献する、高い専門性と豊かな人間性を有する有無な人材を育成すると、ともに、 社会の進歩と文化の向用に有益な研究成果の創出を理念とし、近年では生命と健康を見つめる生命科学系総合大学として教育、研究、社会貢献を推進している。所在地はいずれも新潟県。日本国内海外2012年度から食品科学科がなくなり食品科学コース、環境科学コース、バイオ工学コース及び 理科教職コースの4コースからなる応用生命科学科一学科体制へ。2015年度から主に文系志望学生を対象とした生命産業創造学科を新設。新津駅、東キャンパス、新津キャンパス当時の新津市が市街地南部の新津丘陵で整備を進めていた新潟バイオリサーチパークの整備計画の一環として、 ニーツが用地を無償提供する条件で建設され、2002年に開設された。キャンパスの隣接地には、リサーチパークを運営する、新潟市バイオリサーチセンター本社圏研究所が、所在する。ニーツキャンパスの開設を機に応用生命科学部が、開設され、加えて上新坂会長キャンパスに所在した、薬学部も2004年度入学生から、ニーツキャンパスへ順次移転を開始し、 2008年の移転完了を機に薬学部は6年生へ移行した。現在は両学部が地域との共生のもと活用している。上審査会長キャンパス開学時に設置されたキャンパスで、北側は日本海沿いの新潟海岸バイパス、正面口がある南側は産業道路に面している。2006年に学部、大学院の機能は新津キャンパスへ全面移転したが、 臨時のイベントに活用される場合がある。なお上審査会長キャンパスは本学の系列校である新潟工業短期大学、新潟医療技術専門学校が併設されたミニキャンパスとして活用されている。ありがとうございます。